こんにちは。お元気ですか？都市伝説アーバンレジェンドのイブセです。アメリカのね、バイデンさんとカマラ・ハリスさんね、最近ね、いろんなネットニュースでもそうなんですけれども、ひょっとしたら今年の大統領選挙、ハリスが当選するんじゃないかってね、そんな声がね、聞こえてきましたけどね。やっぱりね、どういうんですかね、私たちはマスコミやそういうネットにね、かなり操作されてると思いません？ね、そういう情報が流れてくると本当に、ひょっとしてハリスが大統領になるのかもなんていうふうに思い始めますよね。ですから、どういう情報が流れてくるのかってね、私たちの感情や思考に大きく影響すると思うんですよ。そういったことをね、今回このテーマでお送りしたいと思います。大衆の感情、思考というのは常にネガティブなんだという話なんですよ。で、そんな中で私たちはどうやってポジティブシンキングでいけばいいのか、ポジティブな生き方をするにはどうすりゃいいのかっていうね、5つのステップでね、そこでお話ししたいと思うんですけれどもね。そういうね、ネガティブな感情、ネガティブな思考っていうのがずっと継続すると、思考癖っていうのがあるんですよね。癖になっちゃうんですよ。いわゆる習慣ですよね。そういうふうに考えてしまう習慣になってしまうんですよ。そういう考え方が習慣になっちゃうわけ。で、この癖になってしまう、習慣になってしまうと、これがなかなか抜け出すことができない。変えられないんですよね。でもね、今回の動画最後まで見ていただければ、それガラッと変えて、ポジティブな幸せな人生を歩むことがね、できるようになりますんでね、そこら辺ぜひ最後までね、聞いていただければと思います。それでは早速行ってみましょうね。大衆の感情は常にネガティブです。思考も常にネガティブです。そのネガティブな情報にどっぷり使ってたら、いつの間にかネガティブ思考が習慣となってしまいます。思考癖というものがついてしまいます。例えばテレビ報道です。人間というものは危険を回避するために、ネガティブ情報にこそ注目するようにできてるんですね。ですから、ポジティブな情報、こんないいことがありましたよっていうね、そういう情報ってニュースにならないです。ごく少ない少数の、本当に少数の少ない出来事でも、ネガティブな出来事はポーンとニュースになるわけですよ。例えば、火事とかね、交通事故とかってそんな頻繁にあるもんじゃないじゃないですか。頻繁にあるもんじゃないけど、そういう危機っていうもの、危険っていうものが、ニュースになっちゃうわけですよね。人間はそういうふうになってるわけですよ。ですから、危機感や恐怖を煽るニュースが、もう自然と多くなっていくわけですね。例えば、この戦争です。今も世界のどこかで戦争が行われています。それだけで私たちはもうネガティブな感情に襲われますよね。どっかで戦争起きてんだ、誰かが犠牲になってんだって思うと、なんか嬉しい気持ち、幸せな気持ちでいるのがなんか罪悪感が出てきたりなんかしません？ね、どっかで不幸で苦しんでる人がいるわけですから、世界中のどこかで。なのに私だけ幸せな気持ちでいるなんていうことは人間なかなかできないんですよね。ミサイルが飛び交う映像をね、花火みたいで美しいと感じる人がね、いるかもしれませんけど、その裏で人が傷ついているっていうことをついつい人間は想像してしまいます。ミサイル攻撃によって血だらけになった子供の映像なんか見ると、もう胸が張り裂けそうになりますよね。あとね、ネット上にはその裏話や暴露話もいっぱい出てきますから、戦争でお金儲けをしている闇の連中の話を聞くとね、もうね、怒りがこみ上げてきますよね。ふざけんじゃないよって思いますよね。人の犠牲のもとにお金儲けしてんじゃねえよって、人の命を何だと思ってんだっていう気持ちになりますよね。あとネットでは子供たちの誘拐事件や人身売買などの情報が流れてきますよね。確かに昔もね、誘拐事件はありました。だけど、昔の誘拐事件は、身代金を要求するわけですよ。で、身代金の受け渡しの時、この受け渡しが大変なんですよね。その時に犯人が逮捕されたりしました。ですから、ね、こう誘拐事件が起きても、スッとそうやって犯人が逮捕されて解決するっていうことが多かったんですけど、しかし現在は、身代金を要求する必要がないわけですよ。ですから犯人は逮捕されないまんま、もう自由ですよね。ふざけんじゃないよって思いません？世界中にそういうビジネスネットワークが今もう出来上がっちゃってるわけですよ。で、子供っていうのはちっちゃいですから、力もないですから、さらうの簡単なわけですよ。大人さらうのは大変ですけどね。抵抗しますからね。子供は抵抗しようがないですよ。弱い立場なんですよ。で、またそれをね、臓器売買しちゃうっていうんですから、もう信じられないですよね。私も最初ね、臓器売買、そんなことが世の中にあるわけないじゃんって思ってました。だけどね、あるらしいですよ。で、そういう情報をね、こう耳にするとやっぱりね、怒りがこみ上げてきますよね。人間の命をそんな風にもてあそぶんじゃねえよって思いません？これもうまさにね、悪魔の所業ですよね。あとね、この腐敗した政治。日本もそうですけど、アメリカはもっともっと腐敗してます。この腐敗した政治にも腹が立ちますよね。政治家はみんな闇の連中の操り人形ですよ。ね、マネートラップ、お金で操られる、ハニートラップっていうね、女性のね、スキャンダルで操られる。もういろんなことで操られてしまってるわけですよ。操る連中がいっぱいいるわけですよね。そうやって政治が決まっちゃう。予算が決まっちゃう。お金、税金で集めた予算がそうやって決まっちゃうわけですよ。ふざけんじゃないよって。またネガティブな感情がバーッと出てきますよね。あと警察もそうですよ。警察っていうのは犯罪者を取り締まらなきゃいけないので、その犯罪者であるギャングたちと癒着してたりするわけじゃないですか。ふざけんじゃないですよね、ほんとね。悪党どもは野放しですよ。で、逆に正義の人を逮捕してしまうんです。まあ、トラさんなんかいい例ですよね。トラさん何も悪いことしてないのに逮捕されて裁判にかけられるっていうね。まあ、ああやって選挙妨害ですよ、あれね。はっきり言って。こんな不条理なことがあっていいのでしょうか。もう腹が立って腹が立ってしょうがないです。まあ、そうやってネガティブな感情に私たちは囚われてしまいます。襲われてしまいます。ネガティブ思考、ネガティブ感情に私たちはもう支配されてしまうわけですよ。それってある意味、今現在起きてる奴隷制度の一つかもしれませんよね。あとね、このアメリカやイギリスやイスラエルなどには諜報機関、優秀な諜報機関があります。ね。モサドとかね、MI6 とか CIA とかね、あります。ああいう人たちが世界中で暗躍しているっていう、まあそういう情報も流れてきますよね。でもそうするともう許せないですよ。破壊工作とかしてたりするわけじゃないですか。あとテロリストですよね。テロリストをあんたらが育ててるわけ。テロリストにお金がどうやって渡ってんのか、テロリストに武器がどうやって渡ってんのか、不思議ですよね。テロリストの武器はどうやってテロリストたちは手に入れてる。そのお金はどっから出てんのっていうことですけどね。そうやってテロリストを育てておいて、それを軍隊で潰すという、そういう茶番をしてるわけ。私たちはそういう茶番劇をニュースで見てたりしませんか？現代はね、情報化社会なんです。世界の裏側で起きたことがその日のうちに私たちは知ることができます。ですから私たちは世界の裏側でこんな不幸なことが起きてる、こんな悲惨な出来事が起きてるっていうのを耳にします。目にします。そうすると幸せな気持ちにはなりません。どうしてもネガティブな気持ちになっちゃいます。で、ニュースの裏側も誰かが暴露してくれます。必ず暴露されます。今もう嘘がね、バレるような時代なわけですよ。で、そうした暴露話、そうした情報を知れば知るほど私たちはネガティブな感情に支配されてしまいますよね。もちろんそうした情報の中にはフェイクもたくさん混じってます。ポジティブな情報の中にもフェイクが混じってますから、これほんと気をつけなきゃいけないです。で、ポジティブな情報とネガティブな情報があった場合、私たち人間はやっぱり先ほども言いましたけど、危機回避っていうものが本能的にありますんで、ネガティブ情報の方に注目しちゃうわけ。ネガティブ情報の方が拡散されるわけですよ。この拡散スピードはもうはるかにネガティブな方が速いわけですよ。でね、こうネットやインターネットやテレビとかね、そういう世界だけじゃなくて、リアルの世界でもネガティブ情報が溢れてます。そう思いません？まあ、例えばお金持ちが、自分はお金いっぱい持ってるって言ったらどうなるでしょうか？あいつなんか嫌なやつだよなーなんて思われますよね。あいつ上目線で傲慢でナルシストだよなーなんていう悪口陰で言われちゃうわけです。でそれが、あいつお金持ってるからたかっちゃおうぜっていう、たかられたりなんかしますよね。ですから、お金持ちは自分がお金持ちだとは絶対言いません。豪華な食事やね、いろんな遊びも隠れていきます。で、いろいろとね、宣伝してる、私はこんな風にリア充ですよ、こんな風に毎日毎日豪華な食事してますよとかね、豪華な遊びしてますよっていう風に発信するやつって、あれ結局ね、ビジネスにつなげてるわけですよ。私はこんなに金持ちですよ。だから私のね、セミナー受けなさいとか、私の仕事のね、手伝いしなさいとか、まあ、私が作ってるこういう商品、ね、素晴らしい商品ですよ、みたいなことを言う。ビジネスのために、宣伝のためにあれやってんですよね。ですから本当のお金持ちじゃないんですよ。騙されてはいけません。で、本当のお金持ちは自分がお金持ちだなんてこと絶対 SNS では発信しません。ひっそりと遊んでます。お金持ちはお金持ちと遊ぶんですよ。貧乏人とは遊ばないです。そこら辺ね、騙されてはいけませんよ。あと、幸せもそうですね。私今幸せだなーっていう人一人もいないですよね。あなたの周りでいます？私幸せなの。もう幸せでも幸せもたまんないの。もう最高の人生を歩んでますわーなんていう人います？あと、旦那さんを褒める人。うちの旦那様は最高なの。素晴らしいの。こんな素晴らしい旦那様と結婚して私はもう幸せでいっぱい夢いっぱいですなんていう幸せな話をする人もね、嫌われちゃいますよね。鼻持ちならないやつやなーって、あれ嫌味で言ってんのとかね、嫌なやつだよねって言われちゃいますよね。ですから、貧乏自慢や不幸自慢は許されるのになぜかお金持ち自慢や幸せ自慢は許されないんですよ。リアルな世界でもそうですよね。あなたの周りどうですか？幸せ自慢する人います？お金持ち自慢する人います？いないですよね。もしいたら、みんなから総決心、嫌われちゃいますよね。ですから、おしゃべりするときはどうしてもついついネガティブなことを言ってしまうんです。うちの旦那はね、もうね、家事とか全然してくれないのよとかね。うちの会社の上司はもう最悪、もういや、こんな会社辞めたいわ、なんて言っちゃったり。うちもう家計が火の車。お金がなくていつも救急しているわ、なんていうふうに人の悪口言ったり、会社の不満言ったり、まあ、そういう不平不満でおしゃべりしますよね。どうですか？ポジティブなおしゃべりしてます？なかなかね、ポジティブな未来を喋る夢いっぱいなね、こういう話をする人ってそういないんじゃないでしょうか。まあ、1割ぐらいはいるかもしれないですけど、9割方はネガティブですよね。言葉にはね、言霊があるんです。ですから、口に出したことは現実化します。ここポイント。重要です。いいですか？旦那様の悪口を言えば、その言葉通り、最悪の旦那になっていくんです。で、エスカレートするんです。どんどん悪い旦那へとエスカレートしていきます。言霊ですから。あと、お金もそうです。お金がない、お金がないと口にすれば、本当にお金がなくなっていきます。人前でお金がある。いっぱいお金があるなんてね、なかなか言えないです。だからといって、お金がないなんて人前で言っちゃダメ。絶対ダメ。あと、旦那の悪口も言っちゃダメ。嫁の悪口も言っちゃダメです。言えば言うほど、嫁も旦那も悪くなっていきます。で、家庭崩壊です。家庭崩壊して幸せなわけがないですよね。やっぱ仲良くしなきゃ。家族も会社もみんな仲良くしなきゃ幸せなんか訪れないんじゃないでしょうか。幸せって結局そういうね、家族とか会社とか地域の仲間とか友達とかそういう人間関係ね、良好な人間関係の中で感じるもの、それが幸せなんじゃないでしょうか。HSP とかね、エンパスとか、いろんな敏感な人ですよね。他人の感情をすぐ敏感に察知してしまうような人たち。そういう人たちは特にこのネガティブな感情にはまってしまいます。はまってしまいますから、なかなか自分の意思でポジティブになろうとしてもなれないんですよ。で、下手するとうつ病になってしまう人もいます。大衆は常にネガティブですから、それに染まっていくんですよ。人間ってそうやって伝染するんです。人間は真似をする生き物ですからね。真似するんですよ。言葉も真似するし、感情とか雰囲気、そういったものも真似しちゃうんです。ですから、こう沈んでる人、落ち込んでる人の真似をしてしまうんですね。周囲がネガティブ思考でネガティブな感情、ネガティブな言葉を使っているとき、自分だけポジティブには絶対なれないじゃないですか。特に今言う HSP とかエンパスの人たちっていうのはなかなかポジティブにはなれません。そんな思考癖のついた人は何があってもネガティブになってしまいます。例えば、給料がアップした。お金がアップしたぜ。普通だと喜べばいいのに、喜べないんですよ。だって周囲がみんな上がってるわけじゃないですから、上がってるわけじゃないのに自分だけアップしたなんて絶対言っちゃいけないし、言えないですよね。で、言えないもんだから、ついつい思考もそういうふうに沿ってネガティブな方に傾いてしまうわけですよ。ああ、これから仕事が大変になってくるかも。給料アップしたっていうことは昇進する。ねえ、そうすると責任持たされる。ああ、もう嫌だ嫌だってなっちゃうわけですよ。これで奴隷決定かななんて、そんな風にマイナス面ばかりに注目するんですよ。ネガティブ思考、ネガティブ思考のこの思考癖がついた人っていうのは、マイナス面ばっかりに目を向けてしまうんですね。これではね、給料をアップしてくれた会社、そういう上司、評価してくれた上司に感謝の気持ちは絶対湧かないですよね。感謝しない人は取り上げられてしまいます。これはもう宇宙の法則ですよ。感謝しない人は取り上げられてしまいます。ですから、上司はこう考えるでしょうね。せっかく評価して、給料アップしてあげたのに、会社の悪口ばっかり言ってる。会社が嫌だったらさっさと辞めりゃいいじゃない。いや、もう次は減俸だな。あるいはリストラのね、名簿に入れておこうっていうふうに上司は考えるんじゃないでしょうか。あなたが上司だったらどうですか？会社の悪口ばっかり言うようなやつ評価します？今後もずっと雇っていこうと思いますか？思わないですよね。確かにね、給料がアップして昇進すると責任も大きくなります。当たり前です。今までやらなくてよかったような仕事もやらなきゃいけなくなります。部下ができると面倒を見なければいけなくなります。そういうのがもう苦手な人にとっちゃ辛いでしょう。でもね、やらなかった、今までできなかったことができるようになるっていうことが成長じゃないですか。ストレスっていうのは人間を成長させるためにあるんじゃないですか。ストレスに負けちゃダメです。責任に負けちゃダメです。その責任や期待があなたを成長させるんじゃないでしょうか。人間死ぬまで成長し続けなきゃ。っていうか、成長することが喜びになりませんか？嬉しくないですか？自分が成長するんですよ。ずっと成長しないで今までのまんま、ちっちゃく固まってしまった、そんな人生楽しいですか？楽しくないですよね。でね、しかもね、マイナス面ばっかり見ていると、憂鬱になりますよ。もう憂鬱がね、行き過ぎるとうつ病になって、いや、もう病気になっちゃいますよ、本当ね。生きていくのも辛くなります。下手するともう死にたいなんて思うようになっていきます。それにネガティブ思考ですよね。ネガティブ思考は、ネガティブな現実を引き寄せるんです。そういう人生を歩みたいんだったらどうぞご自由に。人間は自由ですから。どういう人生を選んでもね、その人の勝手です。その人の自由です。ネガティブな人生を送りたい人はもうこの先は見ないでください。いやいやいや、私はポジティブな人生を絶対送るんだ、幸せになるんだっていうふうに決意した人はこの続きを見ていただければと思います。ポジティブな人生を送るにはどうすればいいのか、その方法をね、分かりやすく5つのステップで解説していきたいと思います。こっから重要です。やっぱ皆さん、ポジティブな人生を歩みたいですよね。まずステップ1。これはね、大衆。多数派は常にネガティブだということに気づくことです。気づかなきゃ。今日のこの動画を聞いていただいて気づいたでしょ？そうなんですよ。まずはこの気づきがなければ何も始まりません。あなたは自分の意思で自分の人生を歩んでいると思っているかもしれません。しかし、それは違います。あなた自分の意思で自分の人生選んでないんですよ。まあ、選んだかもしれないですけどね。選んだけど、それは、間違った情報を、手に入れて。間違っていないけれども、ネガティブに捉えてるわけです。同じ情報でもネガティブに捉えるのか、ポジティブに捉えるのかっていう認識の違いがあるんですよ。雨を降った時に、ああ、今日は雨だ、嫌だな、と捉えるのか、ああ、雨だ、素晴らしいなって。雨って大好きっていうふうに捉えるか、同じ雨でも、ネガティブ思考とポジティブ思考の人では、捉え方が違うわけですよね。で、ネガティブな人たち、大衆は常にネガティブに捉えるんですよ。大衆のネガティブな感情やネガティブ思考などの影響を受けているんです。ですから、自分で選んでるように見えて、その大衆のネガティブ思考に影響されているっていうことに気づいていただきたい。そしてその真似をしているだけなんです。主体的にその生き方を選択したわけではないんです。ある意味、あなたは、ネガティブ思考についつい囚われてしまう人は、洗脳されているんですよ。この洗脳から解放されてください。そのためにはまず気づくことです。自分で選んでない。そういういろんなことの影響を受けて、その道を選んでしまった。大衆と同じ道を選んでしまった。言うたら、みんながそうしているから自分もするっていう、そういうふうに選んでしまってるわけですよね。で、ステップ2なんですが、少数派の道を行く覚悟を決めることです。覚悟が必要ですよ、これ。やっぱりね、ついつい人間多数派の方に流れちゃいますからね。みんなそうですよね。ちっちゃい頃から学校でね、少数派になるといじめられたりね、のけもねされちゃったりなんかしますから、そりゃ生きづらいですよ。ですから、ついついもうね、10代の頃から、小学校、中学校、高校生の頃から、多数派でいることがもう正義なんだ。多数派でいかなきゃ生きていけないんだっていうことをね、身に染みて学んでしまった。人たちっていっぱいいると思います。ですから、多数派に属している方が楽なんですよ。しかし、先ほども言いました。ずっと今回のテーマですけれども、多数派、大衆というのは常にネガティブなんです。あなたはそのことに気づいたはずです。ですから、その多数派の群れから飛び出さなければなりません。羊の群れから一人飛び出すのは確かに勇気がいります。でもね、その勇気がなければ自由にはなれないんです。主体性を発揮することはできないんです。そもそも主体性なんかないじゃないですか。多数派の中に属している。それでずっと、多数派の人たちの真似をしている。誰かの真似をしている。そんな生き方、主体性を発揮していると言えないですよね。自分の人生を生きてると言えないですよね。他人と同じ人生を歩んでるだけなんです。99% の人はこのネガティブ思考から脱することができません。成功者がわずか 10% しかいないのはそういう理由なんですよ。あなたはこのわずか 10% の成功者の仲間入りをぜひしていただきたい。そのためには覚悟が必要なんです。覚悟するには勇気が必要です。勇気を持ってください。そしてステップ3、使命を自覚することです。あなたは何のために生まれてきたんですか？何のために生きてるんですか？その使命感のない人は、もうなぜ生きていられるんでしょうかね。私にとっても本当不思議でしょうがないです。使命感がないんだったらもうさっさとね、もうやめちゃえばいいじゃん。生きることやめちゃってもいいと思います。生きる理由がないんですもんね。おかしくないですか？使命感持ちましょうよ。ただ食べて、うんこするだけのうんこ製造機じゃないですか。そんな人生の何が楽しいんでしょうか。ね。自分は何のために生まれてきたのかよく考えてみてください。その使命感のない人っていっぱいいます。ね。なんで自分の使命のことを考えないんでしょうかね。不思議でしょうがないんですけどね。まあ、例えば人を笑わせるのが好きでね、笑わせることが使命だという人もいるでしょうよ。音楽が大好きで、音楽をね、自分が歌っていくことが私の使命だって考えてる人もいるでしょうよ。絵を描くのが大好きで絵を描いていこうとかね、そういったことを考える人いっぱいいると思います。そういう自分の使命は自分で決めることです。他人が決めるわけじゃないです。親が決めるわけじゃないです。親がね、例えばあなたは医者になるのよって、医者になることがあんたの使命よなんていうふうに使命を押し付ける親もいますけど、そんなのが本当の使命じゃないです。自分の使命は自分で決めることですよ。ステップ4、同じ志を持った仲間を見つけることです。で今の時代はね、自分の使命や志を発信していたら、まあ、ネットでね、SNS などで仲間は必ず見つかります。必ず仲間が手を挙げてくれます。まずあなた自身が手を挙げなきゃダメです。少数派の道を行くと覚悟していても、やっぱり一人ぼっちだとね、その道歩くのやっぱ辛いですよね。仲間が必要なんですよ。励ましてくれる仲間が。その仲間と励まし合いながら歩めば楽しい人生になりますよ。同じ志持ってるから、ね、一緒に喋ってても楽しいですよね。志が一緒ですから。私自身、ギブセはですね、この地球を愛と感謝のあふれる星にするという、そういうミッションをこうして YouTube で発信しています。そして小さなコミュニティを作っています。そうなんですよ。ぜひね、私もそのコミュニティ入ってみたいっていう人はね、概要欄に私のメールアドをね、公開してますんで、メールいただければと思うんですよね。愛と感謝いいじゃんっていう。まあ、例えばね、愛と感謝を私は歌で発信したいっていう人、ぜひ来てほしい。なんか芝居をやって、芝居で発信したいっていう人もぜひ来てほしいな。なんかね、ビジネスでなんかね、そういう愛と感謝のあふれる星にするんだっていう、ビジネスでなんかやりたいっていう人もね、ぜひコミュニティにね、入っていただけると嬉しいなぁなんて思っております。で、ステップ5。やっぱりね、具体的に活動しなきゃ。活動ですよ。仲間と相談して、そのミッション、使命を果たすための活動を企画して実行することです。なんかイベントを開いてもいいじゃないですか。なんかそういう会社を作ってもいいと思います。仲間ができれば何でもできますから。この地球は行動の星ですからね。具体的に行動を起こさなければ何も始まりません。コミュニティに参加するとき、仲間ができてコミュニティを作りました。あるいはコミュニティに参加しますって言ったときに、一番重要なことは、与えるっていうことです。行動するっていうことです。貢献するって、コミュニティに対して貢献する。例えば、そのコミュニティが自分に何を与えてくれるのかっていうのを考えてる人、これはダメです。もう、いずれはコミュニティから出ていくことになっちゃいます。スイポイッとね。そういうふうに何をくれるか、何をもらえるか、そんなことを考えてコミュニティに参加すると絶対ダメになります。自分がそのコミュニティに何を与えられるか、どんな貢献ができるかっていうことを考えることです。くれ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 、与えてくれって思う人は居場所はできません。どこへ行ったって居場所はできません。家族の中にも居場所は見つかりませんよ。もちろん職場でも見つかりません。コミュニティとかそういう仲間、あるいは家族、人間関係においては、与えることを考えなきゃ。与えてもらおうなんて思ってたら、居場所はいつまでたっても見つかりませんよ。例えばね、自分のビジネスの人脈作りのためにコミュニティに入って活動するっていう人いっぱいいますよね。ネットワークビジネスだったり、保険の外交をしている人だったりね。あと、まあ、ビジネスじゃないけど、宗教団体とか政治団体の党員や会員をね、募るために、そのコミュニティに入るっていう人いますけどね。そういう人っていうのはもういらぬトラブルを絶対引き起こしてます。そして追い出されるんです。ないしは、ああ、もうこのコミュニティにいたって全然ダメだって。もうみんなに、コミュニティの人たちにはもう全部、勧誘したけど全部ダメだったからもう次のコミュニティ行っちゃおうみたいな感じで、コミュニティを転々とするコミュニティ難民になっちゃうわけですよ。それじゃあ自分の居場所はいつまで経っても見つかりません。そういうふうにくれくれ与えてもらおうなんて思ってたらダメなんです。逆にね、コミュニティに無償の貢献をする。見返りを期待しないで貢献していく。そういう人が評価されるわけ。評価されて、お金も人脈も情報も全て引き寄せていくんです。不思議ですよね。このね、逆説的な法則、ぜひ理解していただきたい。そこなんですよ。無償の愛っていうのが実は逆に引き寄せちゃうんですよ。すごいでしょ。この宇宙はそういうふうにできてんですよ。まとめるとね、この5つです。気づき、覚悟、使命、仲間、活動。この5つです。これを実践していけば、あなたは自然とポジティブ思考になります。そして、ポジティブな現実を引き寄せる人生を送ることになるんです。理解できましたでしょうか？もうね、早くね、ネガティブ思考から脱出してください。一般大衆の思考から脱出してください。今、この地球自体が霊的な転換期を迎えているんです。そこに気づいて、今そういう時なんです。時を知る。霊的な転換期。そのスピリチュアルな話ってね、嫌かもしれないですけど、これからスピリチュアルの人たちがどんどん出てきます。で、またそういう人たちが評価されます。やっぱり21世紀っていうのは魂の時代なんですよ。インスピレーション。インスピレーションを受ける人が増えるんですよ。具体的には。もう、インスピレーションなんですよ、結局。ああ、俺はこのために生まれてきたんだ。このためにこの星にやってきたんだっていうインスピレーションがバーッと降りてくるんですよ。あと、イメージがバーッと浮かぶんですよ。このインスピレーションとかイメージっていうのは霊的な活動なんですよね。イメージ、あなたもイメージできるでしょ。いろんなものイメージする。目をつぶれば富士山をイメージしてって言ったら富士山イメージできるじゃないですか。そのイメージっていうのは霊的な活動、霊的な力なんです。イメージ力っていうのは霊的な力なんです。インスピレーションもそうです。霊的な活動、霊的な力なんですよ。そういったものを感じる人が今増えてるんですよね。あなたもそうじゃないですか。だから私のチャンネルいつも聞いてくださってるんじゃないでしょうか。この私のこの動画に行き着いた、ここを見たっていうことは何らかの目覚めの時が来たっていうことですよ。静かに目を閉じて瞑想してみてください。何かイメージが浮かんでくるはずです。それは神様があなたへ送ったメッセージかもしれません。もしかすると瞑想する中であなたのミッション、使命というものが見つかるかもしれませんよ。あなたの使命は何でしょうか？いかがだったでしょうか？私はね、毎回この愛と感謝を叫んでおります。愛と感謝の波動をね、ぜひ発信していきましょうね。そうすれば大きな愛があなたのもとに帰ってきます。そして感謝したくなるような奇跡が次々と起きますよ。以上、今回はここまで。いいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。私のサブチャンネル、沖縄大好きチャンネルの方の登録もぜひよろしくお願いいたします。最後までご清聴ありがとうございました。